今日は皆さんに冬でも楽しめるマレーシアの料理を紹介するで。Yo! What's going on, 日本？リクエル。冬の定番のお料理といえば鍋料理ですね。日本では様々な種類の鍋料理がありまして、寄せ鍋とかもつ鍋とかキムチ鍋とか豆乳鍋とか、あとは綿鍋とか。私はですね、マレーシア出身で長野県には住んでいるんですけど、まあ、長野県はですね結構寒くてですね、冬に鍋を食べると体だけじゃなくて心まで温まりますね。そしてご存知の皆さんもおるかと思いますけど、マレーシアっていう国はですね一年中夏で、冬にあった料理っていうのがなかなかないんですね。だがしかし、マレーシアではですね暑さ対策として辛いものまたはスパイシーなものを食べて体を温めて汗をかいて体を冷やします。まあこのマレーシアの体温めるパターンと日本の体温めるパターンを今日掛け算してみたいなと思いまして、ということで今日は皆さんに冬に楽しめるエスニック系の鍋料理を紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。レッツゴー。はっ、まあ、まずはですね 500ml ぐらいの水を入れちゃいます。まあ、そんなにはいらないんですね。なぜかというと今回たっぷり白菜を使います。まあ、6枚ぐらいの白菜使っているので、まあ、白菜から結構いい汁を出てくるっていうことを期待してて、出汁にも貢献してくれるかなと思います。あとはですね、まあ、鶏肉 250g ぐらいかなを使っていました。場所を作るためにですね、鶏肉と白菜をちょっと避けて、次はえのきを入れちゃいます。うちはですね、みんなで囲んでやる鍋の鍋自体を持っていなくてですね、ガスコンロで、鍋を作って運んでいくタイプの家庭でございます。グツグツ煮た後にですね、結構場所ができるようになったので、その後にですね豆腐を入れちゃいます。豆腐入れた後にですね、マイキッチンのカレーヌードルペーストを入れちゃいます。カレーヌードルはですね、まあ、簡単に言うとマレーシアのカレーラーメンみたいなものなんですけど、まあ、このカレーラーメンっていうのはですね、鶏ガラスープとエビをベースとしたラーメンでございまして、まあ、そこで、カレーをはじめ様々なスパイスを取り入れたようなものになります。まあ、特徴としてはですね、トッピングの様々なものが乗っているというものと、ココナッツミルクも一緒に入っているので、まあ、辛いでありながらクリーミーな、ラーメンでございましてですね、マレーシアではですね、みんなが好きなラーメンの一品でございます。今回はですね、ココナッツミルクの代わりにアーモンドミルクを使っていました。まあ、結果的にアーモンドミルクも足りなくてですね、さらにミルクを足していました。まあ、だいたい 100ml ぐらいあれば十分かなっていう感じですね。そしてその後にネギも入れて、蓋をしてグツグツ煮れば、まあ、だいたい出来上がるような感じになります。まあ、出来上がったらですね、次は盛りましょう。はっ、皆さん鍋を盛るときに菜箸とかを使いますかね？私は菜箸を細かいものを取って、その後ですねお玉で、大きいものとお汁を盛るタイプの人ですね。皆さんどんな感じか、また共有してください。はっ、まずは白菜からいただきますね。はい、白菜食べた後はスープも飲みます。おお、しみるねと言ってたような気がしますね。鶏肉もね結構合うんですよね。個人的にはですね、今回の鍋はどっちかっていうとエスニック風の鍋料理っていうよりも、和風のエスニック料理っていう感じがしますね。なんていうかな、その白菜とかえのきとか日本の野菜を使ったおかげで、かなりその和風のテイストを出してくれました。少しですね、クリーミーさもあるけど、でもしつこくなかったので、割とですね、進みますね、鍋が。はっ！どうですか？辛い！
辛い。うん。そっか。飲めない。飲みにくい。スープは。そうか。残念でした。頑張ってください。どう？熱いの。おいしい？うん。辛くない？うん。そう。いける？うん。スープがさちょっと飲んでみる。はい。どう？辛い？辛い。辛さ1から10だったら、10が辛いんだったら何番ですか？わかんない。わかんない。10を超えてる？10超えてない。じゃあ何番ですか？ 4。 あなたは1から10。うーん、6。おお、結構辛いんだね。はっ、どうですか？おいしいです。鍋としてあり？ありです。お、ありがとうございます。朝1から10だったら何番ですか？3番。おお。パパ0番。1から10だったら、あのね、うん、辛さね、0。パパは 0.5。 1から10だったら 0.5 ってスケールに入ってないか。はっ、締めはやっぱりうどんですね。今回はですね、だいたい2袋ぐらいのうどんを使っていました。まずはですね、1袋から茹でていきます。まあだいたい 2,3 分ぐらい茹でたらですね、まあうどんが出来上がりますので、マレーシアにはですね、ラクサっていう麺がありましてですね、結構うどんと似たような形の麺で、今回このスープと合うかなと思っててうどんを選んでいました。はっ、スープと一緒に煮込んだおかげでですね、かなり味がね、うどんの中まで浸透してて結構美味しかったです。続いてはですね、家族との会話を楽しんでください。口から火でしょ、バーって。ドラゴン、ドラゴンと龍って違う？うん、ドラゴンはね、大人の龍で、龍が子供の龍。キリンと龍同じ？違う、うん、竜は爬虫類、甲殻類、両生類、水を食べられる。そうだよね、鳥類じゃない。やっぱり鍋料理はですね、好きな人に囲まれて食べられるもんなので、体も心も温まりますよね。いやー、どうでしたか皆さん。今回の動画はですね、ハラルトゥーゴさんが提供した動画になります。ハラルトゥーゴというのはですね、お家でも簡単に楽しめるマレーシアの料理や、マレーシアの食事など、マレーシアの食べ物などを、販売しているサイトでございます。もし皆さん機会があれば、今日紹介した食べ物も試してみたいなと思ったら、ぜひ一度買ってみてください。ということで、今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。